ちょっと感動的やったな。塩の概念が覆った。はい、こんにちは、浅井です。ポーランドのクラクフっていう町からちょっと南にあるビエリチカ岩塩湖と呼ばれる世界遺産にやってきました。多分ここが入り口で、ここから地下に進んでいく感じで、中にめっちゃ岩塩でできた宮殿とかあるみたいで、今からそれを見に行きます。ということで、このビエリチカ岩塩湖とは1978年クラクフ旧市街地に並び世界遺産第1号として登録された場所です。1044年創業の世界最古の製塩企業であり、1950年代まで稼働していました。全長300キロもの巨大岩塩採場と化しましたが、現在は新たに岩塩を掘り出すのはやめられているそうです。そして現在の岩塩湖には年間約170万人の観客が訪れる大人気の観光地になりました。アウシュビッツで年間200万人らしい。だからもうそれ並みに大人気の観光スポットです。ほんで日本語ガイドツアーはこの場所にはなくて、見ての通りこの英語とかいろんな言語のツアー案内があって、チケット？ Yes. How many people? One. So please go in the first group. そうで、このイングリッシュは30分おきです。あ、そっち系ね。これですわ、音声ガイド。ここは個人で来た場合も30分おきにやってる英語ガイドツアーに参加せな中に入られへん場所です。スタートです。なんか800段ぐらい階段降りるみたい。ほんでトータル3時間ぐらいのツアーらしいです。着いた。俺もともと岩塩って海水から作る食塩を固めて結晶にしたもんやと思ってたんやけど、それはクリスタルソルトっていうらしくて、岩塩は海じゃない場所から取れる塩の結晶らしい。だから昔海やってんけど、地殻変動とかで隆起して塩が結晶になって地層になった。お、なんか出てきた。おお、これ岩塩でできてるってこと？石やん。すげえ。塩でできてんねんって、これすげえ。カリフラワーみたいな、ほんまに。湿度によって塩が浮き出てきてんねんって。おお、塩マイルド。しょっぱくないな。すげえ。大聖堂です。キャセドロ。うわ、すげえこれ。あ、これ最後の晩餐やん。それを彫刻してあんねや。すごいな、この立体感。これも岩塩で作った彫刻。立体感とかもそうやし、すごいな。ヒゲとか顔のシワとかめちゃくちゃきめ細かい。こういうのも全部が塩じゃなくて、塩を含んだ岩で作ってるってことかな。まあでも塩を含んでる岩やから、湿度とか温度管理せんかったら塩が浮き出てきて潰れてまうやろなっていう感じで、なんかいろんなもんが展示されてんねんけど、塩なんかな、これも。まあ岩塩自体が塩が化石化したもんやから、こんなんなっちゃうんかな。途中で爪で削って舐めた岩塩がちょっと感動的やったな。塩の概念が覆った。なんか後からほわっと塩気が込み上げてくる感じの、めちゃくちゃマイルドな味やった。ということでやってきました。ここがクラクフです。クラクフの歴史地区、旧市街地。これもまた世界で最初に世界遺産に登録されたうちの一つです。さあ、ということでクラクフちょろっとだけ観光します。おー、ハイストリートやね。クラクフは
ポーランドの元々の首都でワルシャワになったのが1600年代とかやったかな。まあそういう歴史もあんねんけど、クラクフからアウシュビッツまで割と近いっていうのもあるし、あともう一個ビエリチカ岩塩湖、そういう場所を巡るために観光客はここを拠点にする人が多いみたい。ここがクラクフ中央市場広場、すごいにぎわい、人めっちゃ多い。ここはポーランドの中でもナチス支配下の第二次世界大戦中にそこまで街を壊されへんかったっていうことで、昔のポーランドの街並みを見るならここらしいです。向こうにもめっちゃ馬車あるわ。Thank you. This is Obbajanek. Obbajanek. Okay, thank you. ということで買いました。クラクフに来たら名物Obbajanek。ごまとチーズやな。めっちゃでかい。ベーグルみたいな質感です。じゃあいただきます。ごまから。ん？買った。ベーグルみたい。フレンツェルに近いかな。とりあえずちょっと一旦これでチーズ味の方をかじっときます。うん、こっちの方が好き。生地自体にはあんまりごちゃごちゃ味つけてる感じじゃなくて薄い塩味やから、ちょっと味気ない感じもするけど全然食べれるし美味しい。なんかね、17世紀のここに住んでたユダヤ人コミュニティが作ったパンらしい。もう名前忘れたわ。これ歯ごたえすごいからこの1個でだいぶお腹いっぱいになりそうやな。しかもめっちゃ安い。これ1個で50円から55円ぐらいかな。俺みたいな貧乏旅にはたまらへんわ。めちゃくちゃいいな。ポーランド中に売っといてほしいわ。そんな感じでクラクフ式オブバジャーネックでした。着きました。オシビエンチム。ここがアウシュビッツの最寄り駅で、さっきおったクラクフから1時間50分ぐらいで到着しました。自転車もあったから16ズロチ払ってんけど、自転車なしやったら9ズロチやから270円とかでここまで来れます。安い。この旅の一番の目玉、ほんまに吐きそうになる。すげえ寒い。マジでこの生活っていうのはすごかったやな。人の思想っていうのはもういかに狂うのかがよくわかるよな。はい、今日も動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram のフォローよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。